お、町だ。住民に聞き込みをしてみよう。おい、はい、ちょっと質問を。あ、水汲みの仕事中だったか。大きな水桶が4つもあるじゃないか。大変な重労働だな。これをどこに持っていけばいい？ご親切ありがたいのですが、このダナキアの町では水汲みは女の仕事と町の習わしで決まっておりまして、そこの緑の屋根が私の家です。近いのですぐ終わりますし。俺が運ぶと決まりを破ることになるのか。ならこうしよう。勇者、そっちの水桶を2つ持て。どうする気？あそこの家まで競争だ。そういうことか。行くぞ。あ、あの、俺の勝ちだ。ずるいよ、急に始めるんだもん。それでも俺の勝ちだからな。今のは仕事じゃないからな。俺たちが水桶を勝負に使ったんだ。あ、勝手に使って悪かった。まあこういうやつなんだ。悪気はないから許してやってくれないかな。許すどころか、その習わしまで破って助けてくれる優しい男性は初めてで、なんて言ったらいいか。そうだ、何か質問があるのでしたよね。私で分かることなら答えます。この辺りで見かける大きな生き物ってどんなものだ？一番大きいのは砂漠牛ですけれど。砂漠牛？砂漠牛だね。うちで飼っている砂漠牛なんです。剣士様、よかったらうちに来てチチ茶を飲みませんか？仕事中なのでごめん。そうですか。砂漠牛よりも大きい生き物はここにはいないか？砂漠にはいるらしいですけど。どんな生き物か。申し訳ありません、この町を出たことがないので噂程度しか知りません。リュウサの民。砂漠を放浪しながら砂漠牛の遊牧や交易商をしている民です。どこに行けば会えるかな。正体が立ち寄ったばかりですので、あの門から足跡を追っていけば会えるかもしれません。情報ありがとう、助かったよ。剣士様のお役に立てたなら幸いです。いや、俺剣士というより見習いみたいなもんだし。私にとっては立派な剣士様です。旅の途中で私のことを思い出してくださいね。
それじゃ。ユウジオさん、さっきからその冷たい視線は何でしょう。いや、リズには聞いていたけど、目の当たりにするとすごいの一言に尽きるな。何が？あいつ行く先々で女の子と出会いがあるのよ。しかも無自覚に、その子にとっての特別になるの、許せないわよね。待て待て、なぜ突然その話を。さっきの女の子だけど、キリトに気があったんじゃないかな、多分。え、嘘。無自覚が証明されたね。勘違いじゃないか。目を見たらわかるだろう。アスナがあんな切実な顔で送り出してくれたのに、君ってやつは。誤解だよ、絶対そういうんじゃないって。え、そうだよな。危なっかしいな。足跡の数、竜砂の民の正体って結構な規模だね。足跡をたどれば追いつけるな。急ぐぞ、勇者。ちょっと待ってよ、キリト。砂漠に行くのに準備はしなくてもいいの？今出発すればすぐに追いつくだろ。そうすれば問題ないって。そうだね。それじゃあ行こう。